こんばんは、ノクさん。今回は出会い系サイト、出会い系アプリはやめておけというタイトルでしたね。出会い系サイト、出会い系アプリで、まあ、どんなプロフィールだったら、まあ 100% に近い確率で出会えるのか。これは私の体験からなんですけどね。今回はね、プロフィールをね、もうお見せしましょう。こういうふうにね、今、見れないですね、なんかね。読みますよ。これはね、ハッピーメールの登録ですけども、まずは写真は、もう私の写真が出てます。まっすぐ。で、まずね、自己紹介なんですけども、短くて大切なことが書いてますので、よく見てくださいね。よく読んでください。はい。こういうふうに書いてます。同年代よりずっと下が好みです。わがままや甘えん坊さん大歓迎。返事はお待たせしません。まずメールをと書いてますよね。これで、まあね、当時の、今はわかんないですよ。当時の女性はすぐにメールをくれたということになります。で、ニックネームは、ガイ。カタカナでガイですね。ナイスガイのガイです。で、年齢は30代後半のままになってますね。あれから10年経つんですね。で、居住地は広島県で、詳細エリア指定しない、出身地指定しない、血液型O型、星座は天秤座、アクセス状況はアプリと書いてますね。全部正直に書いてます。で、身長は180センチ、スタイルは普通、中肉中背ですよね。で、ルックスはジャニーズ系と。これはね、謙遜せずにまっすぐ書いて OK です。職業、会社経営者、年収は600万から1000万の中で書いてます。これもまっすぐ書けばいいんですよね。別に裏付けを取られるわけじゃないんで、まあそんなもんだということでございます。だいぶ印象違うでしょ。で、子供は、ライフスタイル、子供いるになってますね、なぜか。なんかの間違いでしょうかね。子供いる、タバコ吸わない、お酒飲む、車ある、うん。で、かっこよさは星4つ、マックスが5個です。セクシー度が4つ、おしゃれ度が3つ、賢さが5つ、スタイルが4つ、金持ち度が4、優しさが3という形でね。で、相手に求める条件は年齢だけ、18歳から20歳前半というふうな、わがままな設定にしてます。その他は全然指定しないというふうに書いてますね。まあそうするとね、いろいろとメッセージが来るわけなんですけども、これはね、どんなやり取りがあったのかちょっとさすがにお見せできないですね。これは。ちょっとこれはすいません。顔写真お見せしていきましょうか、私の顔写真。私の顔写真は見えるかな？ほら、まっすぐ私の顔でしょ？だから嘘偽りなく顔を出してますよ、当時ね。そうするとね、相手側の女性もプロフィールを写真で出してくれるんですよ。これが私ですって感じで。だから待ち合わせでミスることはなかったですね。特に私の場合は自分の店があったんで、心配だったらここに私自分がオーナーとして店勤めてますんで、ちょっと見に来てくださいみたいなことを言ったりとかしてるんですよね。で、毎週火曜日の夜は店が跳ねた後というか終わった後ね、深夜1時から2時までどこここで夕食夜食を食べてますみたいな形にしてるんですよ。まあ、ですんでね、女の子2人でこっそり私のことを見に来た方も何組かいらっしゃったんですよね。という形で向こうから一方的に見えるようにしておいて、それでも OK だよと、私の外見とか立ち居振る舞いとかルックス OK だよって方が改めてここから連絡してくれるというね、そういう風な形にもうこちらからもうね、ふるいにかけてます。ふるいにかけてるっていうかね、向こうからふるいにかけてもらうような形にしてるんで、まあメッセージがそれでもある人っていうのは、まあ結構ね、な形で会えるということでございました。だから 100% 近い確率で会えるということなんですよ。そもそも私を遠巻きに見て、何やれっていう人は多分もうメッセージくれなかったと思うんですよ。うん、そういうふうな作戦でしたね、いつも。他にもね、ワクワクメールっていうのがありますよね。ワクワクメールログインすると私のプロフィールは多分一緒なんですよ。だからね、こっちの出会い系サイトにも登録してましたよねとか言われるんですよね。電話番号でログイン。ほら、ちょっとね、仕様が変わってますね。ちょっとくるくる回ってます。あ、サービスポイントが入ったということで、マイページからプロフィールを見てみます。はい、こういうふうに私の顔がまっすぐ出てるでしょ。当時の顔ですよ。うん。で、プロフィール、プロフィール確認します。ちょっとログインに時間かかるようになりましたね。プロフィールはこんな感じです。
すごい自己紹介いきますよ。ニックネームガイ、同じですよ。中区本通りにいつもいます。会社経営10年です。マイカーあるのでお迎えに上がります。楽しく過ごせる方よろしくお願いします。明るくて元気ですよと書いてます。私のプロフィールですね。で30代後半だから10年前ですよね。で都道府県広島県で、広島県中区というふうに書いてます。で身長などのプロフィールは先ほどと一緒で、かっこよさ、優しさとかおしゃれ度とかもさっきと一緒ですね。だから割愛します。だいたい来るんですよ。だからこういうふうにしとくと、でしかもほとんど一緒なんですよね。どこもはったりかましてないというね。だからまあね、正直が一番いいと。会った時に何あれってなんないんですよ。あ、本当だになるわけなんですよね。そうすると一気に信頼してくださったりとかするわけなんですよね。今度はね、イククルってところですね。イククルってところ、もうね、大会扱いになってるかもしれないんで、もう一回ちょっとパスワード呼び出してみます。これでどうかな。大会扱いになってるかも。あ、なんか女性からのメッセージむちゃくちゃ来てる。うわー、ここはすごいですね。イククル、さすがにこれむちゃくちゃ出会えるとこだったんですよ。まあプロフィール見てみましょうか。懐かしいな、なんか、あ、今頃どうしてんだろうこの人たち。本当懐かしいですね。ガイ38歳広島と書いてあってプロフィール、ガイ38歳。もうね、プロフィールがキャンセルされてますね。すべて顔写真すらポイントすらなくなってる。こんなことってあるんだ。ちょっとここは見てもしょうがないですね。じゃあメルパラ行きましょうか。メルパラにもね入ってたんですよね。ログインをしてください。ここも仕様が変わってますね。ログイン、そうか、強制大会になってるかもしれないですね。あんまりにもねログインしないとそういうことが起きるんですよね。どうだろう。もうねログインできないですね、メルパラは。強制大会か、多分強制大会。入れた、入れました。なんと、じゃあマイページでポイントがまだ残ってる。懐かしい。これはすごい。広島、35歳から39歳の枠で登録しますね。身長180センチ、細マッチョ、明るい性格。その他、会社役員、大型、キャリアは iPhone、ね、あとプロフィール、自己紹介はどう書いてるのかな。自己紹介書いてないですね、珍しいですね。マイページを開くと、だいぶ女性からメッセージが入ってますね。もうね10年ぐらいやってないんですけども、99ってなってますね。だから100件以上メッセージが来てるってことかな、メルパラ。じゃあミント J メールね、ガイさんすぐ入れた。ここはなんかすんなり入れましたね。これもだから私の顔写真があるでしょ。私の顔写真、スーツ着てるところ。だからスーツは基本ですよ、スーツに笑顔で。広島、年齢が40歳。40歳になってるわ。180センチ以上、細マッチョ、明るい、3枚目系、会社役員ね。で自己 PR、自由コメント、意味深ですって書いてますね。これだから意味深っていうことは、まあそういう関係もあるよってことですよね。で趣味はグルメ、誰にですか、誰かな。性格穏やか、特技 IT、髪型2ブロック、マイブームイタリアン犬、好みのタイプ可愛い系、休日は旅、そしてコメント、まあすぐに会いましょうって書いてますね。結構私の掲示板にかなり書き込みがありますね、これは。まあもう興味ないですけどね。次は PC Max 行きましょうか。 PC Max で会員ログインをするとね、面白くないでしょ今回は。私のね、懐かしい、こういうことね、日々やってた時もあったんですよ。もうログインできないですね、ここはね。ログインできません、ここは。はい、で次、遊ぼうメールですね。遊ぼうメールで最後にしておきましょうか。ここも多分ログインできないんでしょうね、きっとね。
ああ、ログインできないですね。電話番号を入力して、パスワードを入れたらどうなるかな。あ、18歳以上ですか。ログイン。ああ、該当する登録が見つかりませんでした。ああ、もう、だから、大会扱いになってるんですね。さすがにそうですよね。もう10年経って、ログインしてないわけですから。まあ、ということですね。はい。ということで、プロフィールで、だいたい、まあ、会えるということですね。で、私の場合は、プロフィールイコール、本当の姿、ほとんど一緒だったと思うんですよ。まあ、外見に見えないところとかはね、ちょっといい感じで書いてるところもありますけども、ジャニーズ系とか言ってね、そんなわけねえだろみたいな 気がしますけども、でもいいんですよ。ジャニーズ系っていう、前提で見た人は、そういうイメージで見ますんで、まあ、ジャニーズ系なんだ、これ、っていうふうな感じで、もう先入観出来上がるんですよね。で、何こいつムカつくと思ったら、そもそも連絡取ってくないんで、アプローチしてくるってことは、まあ、大体会えますよってことなんですよね。まあ、ということでね、出会い系サイトアプリやめておけってことだったんですけども、とりあえず、プロフィールで、出会えるかどうか、ほぼ決まりますね。で、出会った時に、プロフィールとあまりにもかけ離れていたら、それは、うまくいかなくなるか、その場で女性の方が無言になるか、走って逃げてしまうか、になると思いますから、やっぱりね、お会いした時のお迎えの仕方っていうのをお話しして、ちょっとね、今日は終わりにしておきましょうか。お姫様を迎えるようにね、敬語を使いながら、かなり丁寧に、まあ、紳士を気取ることかなと思うんですよね。綺麗なスーツ着ていって、それで爽やかにね、でいつも自分の、まあ、行きつけのお店でね、ちょっとランクの高いところに、まあ、お招きして、まあ、いつも通りお願いねっていう感じがいいでしょうね。で、私はだから当時は40歳前、35、6歳ぐらいだったと思いますけども、やっぱり出会う方っていうのは18歳から21歳ぐらいの女性ばっかりなんですよね。だからね、これちょっと冷たい現実ですけども、40前の男がね、やっぱ金がないっていうのはすごいがっかりするんですよ。40ぐらいになったらお金の心配すんなよみたいな感じになるんですよね、やっぱり。特に出会い系で知り合う方って、相手の条件が悪くてもいいわって思わないわけですよ。出会い系の中の素晴らしい人と出会いたいんですよね。だからそこはね、本当結婚相談所にも似てるんですけども、よくね、アラフォーの女性がすごく条件ばっかり、男性に求める条件ばっかり良くなるって言いますけども、それはもう心理的にしょうがないんですよ。40過ぎて独身の女性が、例えば55歳の年収300万の男性と付き合ってたら、それはね、恥ずかしいんですよね。それはね、もう本当にそういうふうな気持ちになると思います。55歳で金がない、で40過ぎた女性だから仕方なくその人とも付き合ってるのっていうふうに思われたくないんですよね。だから男性諸君としては、40過ぎたら金は持っとけとか思うんですよね。そうしたらやっぱり一定の安心感は女性に与えられるし、どうですかね、だから自分の娘みたいな年齢の女の子に、こうお金がないって思われる男性の心理もなかなか複雑なものがあると思いますよ。やっぱそこは武士は食わねど高いうちじゃないですけども、なんかね、ちょっとこう、かっこつけれるような財政状況は作っておかないと、寂しいから恋愛もできないなというところでございます。特に40代で知り合うんだったら、最初からお金を持ってるポジションじゃないと、ちょっとね、なかなかうまくいかないんじゃないかなって気がしますね。で、それこそね、もっと若い時に知り合って、10年経っても20年経ってもあんまりお金持ちになりませんでしたみたいなのをずっと見てくださってる女性ならいいんですけどもね。出会った瞬間、二十歳の女の子が40歳の男に、40もいい大人になって金ないわ、この人とかになったら、やっぱりね、いくら愛情があっても結構きついと思うんですよね。これについては女性がどういうふうに思うかってこともね、聞いてみたいんですけどもね。で、今回はノックさんのね、動画に返信する形で、私のね、出会い系サイトのプロフィールをつらつらと読んでみましたけども、はい、この話題は一旦最終回にしましょうね。私もなんかね、振り返ってみて、ちょっと顔から火が出る思いがしますよ。あと、メッセージのやり取りも未だに見れるのがあるんですよ。いや、これはね、本当にキザですね。ちょっと言えないですね、ここでどんなメッセージのやり取りがあったのかとか。言えないです。まあ、一例を紹介するとね、プロフィール画像を見ました？あのまんまですよ。今日大丈夫ですか？って聞いてるんですよ。今日大丈夫ですかってどういうことよみたいなね。要するに、今日泊まれますかって話なんですよね、それはね。で、割とね、私の場合は、エンデリって言って、そういうふうなね、ちょっとこう、妙な人も、
いたんですけども、どっちかっていうと普通の人が多かったですね。私の場合は普通の人が私を見つけて会いましょうってなるパターンが非常に多かったです。そう思うと私は桜にはね一見たりとも出会ってないような気がしますね、というのがね、何回か会うともうちゃんとこう女性の方からね、これちょっとあんまり自分で言うのも恥ずかしいんですけど、女性の方からお付き合いを申し込まれることがあるんですよ。出会い系だったんだけども、でも真面目にやりたいから今度からちゃんと会ってくれますかって、なんか同じような言葉使って言いますよね。で自分には兄弟がいるとか、どこどこに家族がいるとかっていう話になってきたりとかね、まあね、最初は出会い系で何人かと出会ったけども、今はまあ私だけみたいな、ね、あなただけみたいなことになってきてね、そんな感じですかね。まあ今はそういうのもね全部忘れて、いろんな人生があるもんですね。自分のことながら、金がないのにそんなこともあったと。でもねやっぱ年収あったんですけどね、自分の年収を会社からもらう日もなかったですね。会社が赤字だったんで、まあ、何なんでしょうねこれはね、給料明細はね毎月毎月ドーンとね70万80万とか乗っかってたんですけども、その現金を手にしたことがないというね、もうどんな社長だみたいな感じがしますね。ということで今日は以上でございます。グダグダと長くなっちゃってすいません。まあここまで見てる人はいないと思いますけどもね。失礼します。